はい、皆さん、こんにちは。下田武史でございます。今回見ていく内容は、統合失調症治療薬のリスペリドンについて確認していきましょう。お薬を知ることによって、より適切に使用することができるということと、あとは医療系の定期試験にバッチリ対応することができるということで、今回はリスペリドン、リスパダールについて確認していきます。でまず、一般名がリスペリドンとなっていて、商品名はリスパダールとなってますね。で、分類は、抗精神病剤となってます。 で、この抗精神病剤なんですが、これは一般的に統合失調症の治療に用いることができるとなってるんですけど、似たものにですね、抗精神薬ってものがあります。で、これと結構ごっちゃになりやすいので、注意しておいてほしいんですけど、この向かうの方はですね、睡眠薬とか、あと抗不安薬ですね、まあこういったものが分類されていて、 で、抗う精神の方ですね。抗う精神病剤。まあ、これがですね、統合失調の治療に用いられますんで、まあ、音で聞くとどっちもですね、すごい似ててごっちゃになりやすいんですが、抗精神病剤は統合失調の治療に、抗精神薬は睡眠薬とか抗不安薬の分類なんだって感じで、しっかり分類分けできるようになっておいてください。で、効能効果なんですが、統合失調に用いることできますよってことと、あとは、 小児期のディフェンススペクトラム症に伴う良い,い刺激性に用いることがあります。で、統合失調症に使うことができるってなってるんだけど、統合失調症ってどういった状態なんですかってこと、そしてなんでディスペリドンを使うことができるのかってことをですね、イラストを使いながら確認していきましょう。じゃあ統合失調症を理解するにあたって何を押さえておかなきゃいけないかっていうと、脳にある4つのドパミン経路、これをね、しっかり押さえておく必要があるんですが、 統合失調症に関わってるのは、中脳が関わってます。中脳のドパミン経路が関係しているんですよ、ってことですねで。中脳のドパミン経路が関係してるんですけど、一つは中脳変幻系ドパミン経路、もう一つは中脳必須系ドパミン経路が関係してます。で、統合失調症は陽性症状というですね、幻覚とか妄想とかあられるパターンと、あとは陰性症状といって感覚がですね、 ま、感覚っていうか感情ですね。まあ、これがですね、現れにくくなったりとか、あとはですね、うまく思考できなくなってしまう、陰性症状っていうのがあるんですが、それがですね、どっちに関わってるかというと、中の変異系ドパミン経路が活性化した場合っていうのは、陽性症状が現れると言われてますね。 で、それに対して中脳必須系ドパミンケ路ルはっていうと、これの機能が下がることによって陰性症状が現れるとなってます。ということで、統合失調症は中脳のドパミンケ路ルが関わってるんだけど、中脳変異系ドパミンケ路ルが活性化すると陽性症状が現れる、幻覚、妄想なんか現れるとされていて、 そして、中の必須系のドパミン経路、これの機能が下がると陰性症状、感情がうまく現れないとかね、そういった状態になってしまうんだーってことで、どこのドパミン経路が統合失調症に関わってるかってことをしっかり押さえるようにしておいてください。ちなみにですね、ディスペリドンはですね、ドパミン受容体遮断作用があります。D2 受容体遮断ですね。 で、この D2 状態遮断するとどうなるかっていうと、D2 状態遮断することによって、中の変異系のドパミン経路、これの機能が抑制されます。その結果、陽性症状が現れにくくなるということで、D2 状態遮断作用によって、陽性症状現れにくくなりますよ。改善することができるよとされている。あとはですね、セロトニンの2番の状態。これを遮断する作用があるんですが、 セロトニンの2番の状態を遮断することによって、中脳皮質系のドパミン経路の抑制、これが解除されて、陰性症状が現れにくくなると言われてますんで、リスペリドンの主な作用としては、D2 受容体遮断作用、あとはセロトニン2番の受容体の遮断作用、これらが統合失調症に効果があるんだよってことを押さえておいてもらうといいでしょう。であと、リスペリドンを使うことによって、ドパミン状態遮断されるんですが、それがですね、 ロト下タ体ドパミン経路ですね。これの機能を抑えることがあります。で、このロト下水体ドパミン経路の機能を抑えられたらどうなるかというと、それによって、プロラクチンですね。これの分泌が上がることがありますんで、ディスペリドンを使うことによって、高プロラクチン結晶を伴うことがありますんで、 ま、どこに働いて、統合失調症を改善するのかってことと、あと副作用の高プロラクチン結晶、何が関わってるのかってことを、この図でしっかり押さえるようにしといてください。はい、じゃあ、これ踏まえた上でですね、薬理作用を見ていくんですが、薬理作用どうなってるのかっていうと、主な薬理作用は、 ドパミン D2 受容体遮断ですね。あとはセロトニン受容体の2番ですね。これを遮断しますよということで、D2 受容体遮断。あとはセロトニン2番の受容体遮断作用、拮抗作用があるんだとされております。で、主な作用と言っていますので、他にも作用はあるんですが、どんな作用あるかというと、アルファ受容体遮断作用なんかもありますんで、主な薬理作用は D2 受容体遮断。セロトニン2番の受容体遮断なんですが、アルファ受容体遮断作用なんかもあるよねってことは押さえておいてください。 じゃあ、続いては使用する際の注意を見ていくんですが、まずはじめ、一つ目ですね。東洋初期、斎藤与次増量時に、アルファ受容体遮断作用に基づく、り立性低血圧が現れることありますので、少量から徐々に増量しましょうってことで、アルファ受容体を遮断する。それによって、血圧を下げてしまうことありますよとされています。 じゃあなんでアルファ状態遮断したら血圧下がってしまうかというと、血管にはアルファ状態っていうのが存在していて、それが遮断されてしまうと、血管キュッとなることができません。それによって、立った時に血管キュッとなることができなくなって、起立時に低血圧を起こすことありますんで、アルファ状態遮断作用、これが起立性低血圧につながってるんだってことを押さえておいてください。で、初めからバッとたくさん使うと、起立性低血圧現れやすくなりますんで、 少量から徐々に増量するということで、はじめは少量から始めるってところもしっかり押さえましょう。であとは、眠気、注意力、集中力ですね。運動機能低下することありますんで、自動車の運転と危険を伴う機械操作に従事させないよう注意しなきゃいけない。あとは、リスペリドンを使うことによって、高血糖症状、糖尿病の悪化が現れることがありますんで、それに伴って高活、高血、単位、多尿、頻尿等の症状が現れやすくなります。 ということで、高活単因多尿、頻尿等の症状が発現した場合っていうのは、高血糖になっている可能性ありますんで、血糖値の測定等を行う必要がありますよってことで、高血糖症状に注意して使っていかなければいけないとされていますんで、どういったことに注意して使っていかなきゃいけないかってこともね、しっかり確認しておいてください。はい、じゃあ続いてはですね、体内動態です。 ま、主としてシップ2 d 6で代謝される。あとはシップ3 a 4でも代謝されることがありますよとされております。ということで、相互作用を見ていきますが、動体学的相互作用ですね。血中濃度の変動によって起こる相互作用としては、シップ2 d 6阻害剤使うことによって、本来の血中濃度増加する可能性があるよということ。 あと、シップ3 a 4阻害剤誘導剤によって、本来の血中濃度が変動することありますよってことで、本来は主にシップ2 d 6あとは一部 3A4 で対処されますんで、2D6 阻害剤とかですね、3A4 阻害誘導剤と使うことによって、血中濃度が変動することあるんだってことは確認しとかなければいけないということになります。 で、続いて薬理学的総合作用ですね。薬理作用による総合作用なんですが、まず本来はアルファ状態遮断作用があります。ということで、アドレナリンのようなアルファ状態、ベータ状態、刺激作用を有するものを使うことによって、血圧が反転することあるよとなっています。まあ、これどういうことかというと、アルファ状態刺激すると血圧上がります。ベータ状態刺激すると血圧下がります。で、ディスペリドーンはどうかというと、アルファ状態を 遮断します。そうすると、アドレナリンのアルファ作用が現れにくくなって、血圧上昇しない。じゃあ、それに対してベータ状態刺激作用が現れますんで、どうなるかというと、逆に血圧下がるんですよってことで、アドレナリンっていうのは通常血圧を上げる目的で使うんですけど、アルファ状態遮断されてしまうと、血圧上げるどころか、血圧下げてしまうということで、血圧反転が現れることありますんで、注意していかなければいけないよとされております。で、二つ目ですね。 ドパミン状態遮断性ありますんで、ドパミン状態刺激薬の作用が減弱。あとは中枢抑制性ありますんで、アルコール、中枢神経抑制剤によって中枢抑制が増強する。で、それに加えてアルファ状態遮断性ありますんで、血圧が上がりにくいってことがありますんで、血圧を下げる、血圧効果剤を併用することによって、血圧効果がより増強しやすくなりますよ。血圧低下が起こりやすくなるんだということで注意していかなければいけないということになります。 で、最後に副作用を見ていくんですが、主な副作用としては何が現れるかというと、じっとしていられない赤シジア、あとは不眠とか便秘ですね、震え、よだれが出る、眠気なんかが現れることあります。なので、よだれがダーって垂れてるとか、眠気が強いとか、まあ、そういった場合は効きすぎてる可能性がありますので、注意して使っていかなければいけないですよとされてますね。 で、続いては重大な副作用を見ていくんですけど、まず悪性症候群ですね。この悪性症候群はドパミン D2 状態遮断薬で現れる重大な副作用とされてるんですが、何が起こるかというと、筋肉ギューってなります。筋肉ギューってなることによって熱生産されますんで、筋肉こわばる。あと、高熱伴うってなったら、悪性症候群の可能性があるよねってなっていますんで、高熱あって筋肉ギューってこわばっている場合は、すぐに受診する必要があります。 あとは、口をもごもごする、地発性ジスキネジア。で、筋肉障害の黄紋筋誘拐症ですね。で、それに加えて、高血糖、糖尿病性、ケタ、指導数、糖尿病性昏水なんかあるよということで、血糖値がワンと高くなることある、喉が渇く、よく水を飲む、尿が多く出るってなった場合は、血糖値を測定する必要があります。で、それに加えて、肺炎症とか、深部、静脈血栓症、肺症状なんかもありますんで、 呼吸困難、胸が痛いってなった場合は、副作用の可能性がありますんで、すぐに受診する必要があるよとされているということです。ということで、今回は、抗精神病薬のリスペリロンについて確認していきましたが、どういったお薬なのかってことをしっかり分かって、適切に使用できるようになりましょう。もしくはね、定期試験にバッチリ対応できるようになっておいてください。それではまた。